散々舐めた真似しやがって。ただじゃおかねえからな。そんだったらてめえらの仲間だな。もう容赦しねえ。僕たちに仲間はいない。僕らは勝ったな。一体レナとディアスさんはどんな舐めた真似をなさったのかしら。そんなの知らないよ。僕らの勝ちだな。よし、こんなところにいたんですか。あなたは長老様の家にいなくていいんですの。問題は片付きましたからね。森の方にやってきたんですよ。子供たちが見つかったんですの。レナたちに先を越されたんだ。じゃあ山賊の一味も全滅させられたんですのね。そんなことはありませんよ。それどころか今でもピンピンしてますよ。それってどういうことですの。やられたのはお前の父親の方だ。お父様が。お前まさか。お前らは仲間を信用しすぎるからな。お前らの仲間に変装すれば密院の賞をいただくことも簡単なことだ。あなたが山賊のボスだったのね。お父様をよくも。人の心を利用するなんて、お前なんかに負けるわけにはいかない。仕方あるまい。俺の本当の姿を見せてやろう。ハッ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 ハ
距離でしたね。ここだな。あの石、アレンの時と同じものだったような。セリーヌさん、今すぐ村に戻りましょう。エグラスさんが心配だ。いいえ、子供たちを探す方が先ですわ。セリーヌさん、これ以上死者を増やしてはならないの。子供たちの安全を確認してから戻るのが正しいのではなくて。セリーヌさん、クロード、レナ、これは何？長老様の家にいた紋章術師の本当の姿さ。あの人が山賊のボスだったのね。レナはどうしてここに？子供たちが小屋に捕まっていたところを助けていたの。本当に？こいつはお前が倒したのか。ああそうだ、セリーヌさんと一緒にだけどな。なるほど、レナの言っていたこともあながち嘘ではないようだな。どういうことだ？近いうちお前と剣を交える日が来るかもしれない。楽しみにしていよ。この前の無礼を詫びよう。お前はおそらく足手まといにはなるまい。レナ、あいつは何を言ってるんだ？ディアス、こんなことをしている場合じゃないんですのよ。早く村に戻らなくては。そうだな。エグラスさん、大丈夫でしょうか？重い呪文を数回受けておる。目覚めれば奇跡じゃが。レナの力があれば絶対大丈夫だと思います。回復の呪文か。わしらの村にさえ伝わらぬ。エグラスさんの意識は戻りました。おお、そうか。あとはよく眠れば大丈夫だと思います。どれ、わしも様子を見てくるか。あの紋章術師の人が本当の犯人だったなんてね。被害者に化けていられちゃこっちも分かるわけないよな。でもすごいよね、クロード。一人で山賊のボスを倒しちゃったんだから。一人じゃないよ、セリーヌさんがいたから倒せたんだよ。それでもディアスは褒めていたわ。あの人の剣の腕はきっとすごいんだろうな。そんな気がするよ。クロード？反発することは簡単だけど認めることは難しいんだ。僕の腕を少しでも褒めたのならあの人の剣の腕はそれ以上なんだよ。レナが好きになる理由も分かるような気がするよ。どうしてそうなるのよ。あの人は私にとってお兄さんみたいな人よ。勘違いしないでよね。そうなんだ。
私たちはソーサリーグローブを調査するっていう目的があるでしょ。そのことを忘れないでよね。レナ。何？アレンの持っていた石っていうのは。いや、お母さん、見つかるといいな。ありがとう。セリーヌさん、私を置いていかないでほしいですわ。でもエグラスさんが。お父様ならもう大丈夫。レナの呪文はすごいって感動してますわよ。そんなこともないですけど。じゃあそろそろ出発しましょう。日も暮れそうですよ。ですから今日はお礼も兼ねて私の家に泊まっていてくださらない？いいんですか？もう全然気になさらなくて結構よ。今日のあなたたちはヒーローだってこと忘れてるんじゃありませんかしら？ヒーローですか？そうですわよ。あなたたちまでいなくなったら誰をもてなせばいいんですの？ディアスはどこに行くか言ってなかったんですか？わからないけど、多分また会えますわよ。あの人ぶっきらぼうのくせに目立つから。そうですね。二人とも、今日は返しませんことよ。さあ、早く。美味しかったです。ごちそうさまでした。いえいえ、お粗末さまでした。もうお体は大丈夫なんですか？ええ、レナさんのおかげで。ところで君たちはハーリーに行く途中だとか。はい、ラクール大陸に渡って、そして最終的にはエル大陸を目指すつもりなんです。エル大陸か。何か問題でも？大体の目的は食事をしながら聞いた。ソーサリーグローブの調査ということだが。エグラスさん、ソーサリーグローブをどのように見ていますか？個人的な推測に過ぎないが、私は一種のエネルギー物質ではないかと考えている。エネルギー物質ですか？うん、それが放出する特殊なエネルギーが周囲の生命に影響を及ぼし、魔物化させたのではないかと考えているのだ。魔物化させるエネルギー。まあ、それも一つの可能性として考えられるだろうということだ。他にも何か考えられるんですか？単純に隕石と考えるのが一番納得しやすい考え方ではあるな。もちろんそれでは説明のつかない現象はたくさん起きているが、しかし
ラクールからすぐにエル大陸に向かうつもりかね。私は賛成できないが。お父様？どうしてですの？あまりにも情報が不足している。まずラクールで十分な情報を集め、それからエル大陸に渡った方がいいと思う。無謀と勇気は別物なのだよ。違うかね？そうですね、ぜひそうします。明日は早いのだろう。そろそろ休むとしようか。君は不思議な匂いがするね。あ、そういえば風呂に入ってないや。いやいや、そういう意味じゃなくて、私の紋章術師としての勘だが、君が伝説の勇者と間違われたのも分かるような気がするよ。いや、そんなことありませんよ。僕はみんなが思っているほど立派な男じゃない。ただレナやセリーヌさんが一生懸命だったから、僕も頑張らなきゃいけないっていう気持ちになっただけです。レナちゃんやセリーヌか。それってレナちゃんだけじゃないのかな？え、いや。君はやはり立派な男だと思うよ。不思議な力を持つ彼女を、その力をまるで気にすることなく見つめている。さて、明日からの旅に差し支えるといけないから、寝るとしようか。はい。すみません、わざわざ送っていただいて。いろいろお世話になったのだ。せめて村の入り口までは。それじゃあそろそろ行きます。道中十分に気をつけるようにな。危険そうだったらエル大陸には近づかないでね。大丈夫ですわ、レナもクロードもいるんですもの。まあ、信用するとしようか。ラクール大陸に着いたらどこに向かうのがいいでしょうか？手始めにラクール王国だろう。ラクール大陸最大の国だ。情報も最新のものが届いているだろうし、武器も充実したものが揃っているだろう。それから長老様でも解読できなかった本をリンガに行って見てもらおうと思っていますの。リンガ？ラクール大陸にある学者の町で有名なところですわ。リンガはラクール大陸の南端にある。先にラクール城に行くのがいいだろう。いろいろとありがとうございました。さあ行きましょう、時間がないわ。よし、ラクール大陸を目指して出発するぞ。
なたたち知っていますか？サルバの町で相当の竜の化け物が出現したそうですよ。サルバの町？ああ、そうじゃ。前々から竜を見たという人はおったんじゃが、どうやらただの噂ではなかったようじゃな。アレンの次は何なの？アレンって誰ですの？詳しいことは分かりませんか？竜を倒せる人を探しているようですよ。でもその話を聞いてサルバに出かけた戦士が多かったから、もう解決しているかもしれませんね。なんだろう、少し気になるな。まあサルバ行動には近寄らない方がいい。どうせお前さんたちには倒せないじゃろ。わしがあと10年若ければサルバの竜なんてイチコロなんじゃがの。お前たち、坑道内は立ち入り禁止だぞ。僕たちは竜を倒しに来たんですけど、それでも入れてもらえないんですか？お前たちがか？冗談だろう。冗談じゃありません。私たちは本気で言ってるんです。まあ誰でもチャレンジする権利はあるんだけどな。やばいと思ったら帰ってくるんだぞ。さあ、竜を倒しに行きましょう。そうだ、今行動に入っている戦士が一人いたんだ。協力するのはいいが、邪魔はしないようにな。もしかしたら、リアスかしら？この先は竜の巣なんだよな。気をつけていきましょう。ああ、やりましたわね。
今の人は誰だろう。きっと竜を倒しに来た人ね。そういえば入り口の人が協力しろって言ってたっけ。誰かいるぞ。どうやら一足遅かったようだな。なんとか助けられないかしら。でもみんなで戦うには狭すぎるな。じゃあ黙って見ていましょう。でもせめて応援くらいしてあげましょうよ。そうだな。頑張ってください。ほらもっと腰を落として。悪いんだけどもうちょっと静かに。
すごい光だったわね。目がくらみそうよ。あれ？あの人はどこ？それに、竜もいないわ。竜はどこだ？ねえ、君たち、竜はどこに行ったか知らない？ねえってば。背中に。え？ヤフフン！ふぎゃふぎゃ。うわあ！よかったですね。命が助かって。全然良くないよ。この背中の竜は何なの？さあ、何でしょうか。どう考えたってさっきまで僕が戦っていた竜じゃないか。なんで背中に取り付いているんだよ。と僕に言われても。君たちが後ろで騒いでいたからこんなことになっちゃったんじゃないか。もう少しで倒せるところだったんだぞ。すみません。責任は取ってくれるんだろうね。え？僕を傷者にした責任は取ってくれるんだろうね。どうすればいいんですか？当然、この竜を払い落とす方法を一緒に探してもらうんだよ。本当に？当たり前だよ。こんな竜を背負っていたら僕の人生が台無しになっちゃうじゃないか。わかりました。責任は取ります。本当かい？だって僕たちにも少しは責任があるわけですから。そこのところを分かってくれているなら問題はないんだ。早速払い落とす方法を探しに行こう。そうですね。そういえばまだ名前を言ってなかったね。僕はアシュトン・アンカースだよ。よろしく。よろしく。それで竜を払い落とす方法はどうやったらわかるんだい？僕にもわからないんだけど。なんだよ、お手上げじゃないか。ギャギャフフーン。なんだって？お前たちにわかるもんかいって。ムカつくなこいつら。でも可愛げがあるじゃない。そうかな。こっちの子は瞳がギョロッとしていて可愛いし、こっちの子は瞳がうるうるしていて可愛いわよ。レナ、そういう問題ではないように思うけど。ねえ、名前をつけてもいいかしら。こいつらに？だって旅の仲間じゃないの。そうだけど。そうだな。
だわ。瞳のうるうるしている方がうるるんで、ギョロっとしている方がギョロね。安易だな。なんか言った？いえ、何も。それで僕はどうしたらいいと思う？何も方法を知らないんだよ。だったら本で調べるのが一番かもしれないわね。本？ええ、本のたくさんあるところなら何かヒントが見つかるかもしれないでしょ。そうか。でもどこで調べるの？マーズの長老様のところにたくさん本があったじゃない。そうか、あそこなら何かわかるかもしれない。